ら5人家族なんですけど、父親で、母親で、はい、兄、そして僕。わけのわからないことで、カエルの海鳥たちよ。なかなか家族で全員武道館に立った人っていないんじゃないかな。すごいな。それはすごい。全員。誰？呼んで。お兄ちゃん。お。はい。こんにちは。お兄ちゃんだ。お兄ちゃんだ。お兄ちゃんです。ちょっとお兄ちゃんお兄ちゃん。ちょっと並んで。森内。高弘です。高弘くんと、はい、広くん。あったの主役の件で。そう。ばったりあった広くん。めっちゃ嬉しそうやったで、最近お兄ちゃんと仲いいです。ですよね、本当に。なんか俺が多分ちっちゃい時にいじめすぎたせいなのかわかんないけど、なぜか敬語なんですよ。後悔してます僕も。タカさんは？兄貴はなんかすげえなんかもうみなぎった、肩こり。肩こり。結構完璧主義者なんですよ。で肩こりも結構完璧主義者じゃないですか。うん、でもめちゃくちゃ強いみたいな。うんうん、なおかつやっぱこう家族思いみたいな部分もあるし、敵、うん、ながら。最後こうルフィが出航したって言った時にニヤって笑うみたいな、うんうんうん、っていうなんかその相手の敬意もある。でもちょっとなんかこう近寄りがたい感じ。あでもなんかこうルフィと戦ってる時にドーナツ作ってる時はまあみたいな、うん、うまっしみたいなものを言ってる、はいはい、ちょっとこのお茶目さみたいなのも兼ね備えてたりするので。ちょうど6年前の10日後、武道館で彼らのライブを見たとき、本当に衝撃でした。こんな素晴らしい場所で何千人という人を前にして、その全員を熱狂させて歌っている姿を見て、僕もいつか人の心を動かせるような人間になりたいと、そう思ってこのバンドを組みました。そしていつか彼らと一緒にライブをやるのが僕の夢でした。でも思い描いてた理想と現実は全く違うものでした。兄を尊敬して追いかけてる、親に頼って生きてる、そんなレッテルを貼られて、それに対して何一つ言い返すこともできず、ただ笑ってやり過ごす毎日の連続でした。だからこそ、だったら俺たちは彼らを超えて、彼らよりもでかくなって、何も言わせないぐらいでかくなってやろうと全員で誓いました。ずっとやってますから、これ聞いてる。あの憎しみを忘れないで。やばい、やばい、どうやら、お前の憎しみ行くだろ、お前ら。この動画見てるやつ、お前らのこと言ってる。うちの父親も知ってたから、なんか良くないの知ってたから、タカヒロは何時から何時に来るから、そうだから時間割りみたいな、時間割り、何時が決まったの、お兄ちゃんから、時間ここみたいな、折り打ちけど。
Don't go, the boy thought. But he couldn't say it, as he was too young to understand. How to overcome this isolation and sadness? The boy thought, I've got to step out. I've got to get through this. I've got to start again. My first story. そもそもやっぱあのタイトルは僕は認知シンドロームを意識してつけました。だからこそあの曲順だったし、曲数もそうだし曲順もそうだし曲の雰囲気もそうだし、全てを意識して今回のアルバムは作りました。4枚目のアルバムで僕らメンバー4人になって、そして5年目で11月に全席指定で武道館をやり、そのアルバムは同率4位って、なんか怖いぐらい重なりすぎて。俺にはまだやり残したことが一つだけある。俺の人生の全てをかけるなら超えなきゃいけないやつが一人だけいるんだ。今日一日が無駄にならないように。トレンゴ2021年、日本最高峰の場所東京ドームで俺らがナンバーワンだったことを証明してみせる。約束するよ。今はまだ勝てないかもしれない、でもやっと同じ精神立てたんだ。最後の決着をつける相手、もう誰か分かってるよな。俺の人生で最初と最後の敵、そして5年前必ず超えると誓ったやつ、そして実の兄ワールドクロックだ。やっぱり、家族で歌を歌ってみたいかな。本当にこの楽曲は何だろうな、等身大の自分を描いたというか、本当に自分の過去とあの時思ってた思いと今抱えてる思いと、いろんなものをこう複合させて曲にぶつけて、本当に正直に自分の気持ちを書いた曲です。お父さん、お母さん、聞こえてますか？僕の声、いつか必ず5人で集まれる日を僕は心から願ってます。
今オファーしたけど、ヒロキ受けるかな、このオファーを。お、受けた。よー、ヒロ。誕生日おめでとうございます。ありがとう。まさか受けるとは。いやいやいや、たまたま見てたらやってたんで。確かに。これあれか、初めてか、ちゃんと2人でこういう風に。いや、こんな唐突にやります、こういうの。確かに。何の打ち合わせもなしに。何の打ち合わせもなしに。まあでも、ひろき、あれだよ、あのもう、対バンのことに関してはちゃんと話さなきゃダメだ、いつか。話します、話します。うん。まあ、俺は俺で思ってることあるからさ。ですよね。本当に。ガチガチの敬語じゃなくなりましたみたいな。いや、ガチガチの敬語だよまだ。いやけど、なんか多分俺らが知ってるあの感じよりは、うん、なんか打ち解けてるみたいな。いや、ほんまにガチガチやったよ。だって兄弟やん。それよりもちょっとだけ多分柔らかくなったやろね。ああ、そうなのかな、うん、兄弟なんだけど主従関係じゃないけど、なんか弟は高弘のことすごいもう崇拝してるの、うん、で、ある日ひろきが誕生日だったの。おで、高弘それを覚えてなくて、うん、今日ひろき誕生日じゃねってなった時に、うん、あ、そうじゃんってなって、高がひろきに電話して、うん、あ、もしもしってひろき出て、で、高が急にお前今日誕生日だったんだろ、言えよとかわけわかんないことを言って、うん、で、ひろきがいや、全然なんかなんて言ったらいいかわかんなくてとか言って、うん、そういうのは言えよって普通に言えばいいんだよとか言って、あ、すいませんってなって、うん、で、そんで切る時にじゃあ明日プレゼント買ってくかなつって切ったね。いつだって壊れかけた二人をつなぐ時が来る日まで最後の歌奏でてた僕の知らなかった世界を見つけたい、あ、もう一回だけ受け取ってくれるなら手に入れていた幸せに気づけなくて、お闇の一つの嘘が二つの愛をめちゃくちゃに踏みにじっていた、僕の世界から君をなくしたはいかないから、君の世界まで僕が向かうから待っててくれるかな、二人の絆
段階で僕は君のいない夜を越えて一人の朝迎えて最後の夢描いてた僕の言えなかった想いを伝えたいあの一回だけ向き合ってほしいから